同じ高さで、そう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 、同じ高さ、そう、同じ高さ、 OK、 そう同じ高さ、そう。あとはその打点を高くしてるんであれば、普段の腰の高さの打点よりもさらに前で取る意識が大事です。ここで取るこのぐらいの前の距離、それが高いところになるともうちょっと前で取らないと運べないんです。同じぐらいの前加減でやると結構詰まってる感じになるはずなんですね。肩に何か突っかかるのがあると思うんで、肩の高さより上で取るときとかは前で、今までよりもより前で取るつもりで入っていって、前でボールを捉える、前で取る、おーナイスショー、前で取る、そう、はい、前で取る、オッケーオッケー。前で取ったついでにね、前に行きながら勢いも使って、あ、はい、あ、落とさない落とさない、そう、ちょっと覚えればできそうですね。でもあ、うん、なんか理屈が分かったかもしれない。そうそうそう、まっすぐ当てればいいんですよ。こすっちゃいますもんね、下から完全に出ちゃってるから、それをもう同じ高さで振っていく。